小島協定場小島ボートレース場は岡山県倉敷市南部の小島にあるボートレース場である。1952年近海浜に開設された。通称は小島ボート、現在の通称はボートレースジジマ主催は第一志向者が倉敷市、第二志向者が美南協定事業組合となっている。入場料は100円。 スタンド客席数は7618席、場内の駐車場台数は約2800台。開門時間は9時45分入場門は3カ所、食堂は大小合わせて7カ所。また、銀行の CD もある。イメージキャラクターはアヒルのガーコ。随所にはガーコと仲間たちとの CG アニメが挿入されており、かつてはローカル向けに、 テレビ CM にも起用されていた。また、ボートレース場北端には入場料不要で、船券が購入できる、外交前売り投票場、ポートウィンクがあったが、2011年9月20日に、新たな投票施設を増設し外交発売所、小島がアコピア、新館がオープンしたのに伴い、ポートウィンクは、小島がアコピア、旧館として、リニューアルオープンした。 日本モーターボート選手会会長でもあった、黒秋義満は、選手時代にここ、小島協定場を、ホームプールとしていた。現在は、実況放送のスタート展示、リプレイ解説を担当している。メイン実況は、メディアターナーの椛島健一が担当。選手がマークを旋回するときなど、レース中は、うなり声や選手らを煽るように常に強く声を、 出し続けることから、セトの DJ アナウンサーの異名を持つ。小島での非開催再次任は、地上波、BS で放映される SG プレミアム GI 競争の実況担当を兼務する。タレントの増田秀彦デヒカバシマアナのモノマネを持ちネタとしている。2010年1月9日からの開催より、大型吸気サイレンサー付きの原音モーターを採用している。 競争水面は海で、水質は海水。丸亀協定場、宮島協定場、徳山協定場、下関協定場と並んで、瀬戸内海の海水を利用したコースで、潮の干満によりレースの傾向が変わり、潮の干満は2、3メートルである。満潮時は、水面のうねりの影響が出るが、干潮時には逆に穏やかな水面状況になる。 競争水面の広さは日本の協定場の中でも屈指で特にバックストレッチの広さに特徴がある。広大な水面の影響からか中国地方の4協定場の中では最も1コース勝率が低くコース不問の多彩な決まり手が出やすい協定場でもある。例年11月頃に周年記念としてキングカップが 企業杯として、下田カップが行われている。ルーキーリーグの名称は、瀬戸の赤和紙決定戦競争。オールレディスの名称は、瀬戸の上決定戦競争。正月には、岡山県モーターボート選手権大会、ゴールデンウィークには、和芝杯競争、お盆には、天領杯競争が行われている。その他、 SG プレミアム GI を除く競争では初日及び2日目の 12R に下電ドリームやガーコドリームを設ける。以下の場所から無料送迎バスが運行されている。ナイター開催の日は運行時刻が異なる。本場発売、小島開催日、倉敷、総社方面玉島、福山方面岡山、玉野方面休止中単独場外発売日。 倉敷方面2019年8月までは JR 袋運賃の払い戻しサービスを行っていた。2010年11月19日までは往復とも払い戻し対象となっていた。ボートレースチケットショップ松江島根県松江市寺町198-57ボートレースチケットショップ茨岡山県茨市。 下泉町519-4ボートレースチケットショップ、岡山分け岡山県和気分け群分け町本120番地の、一時島川コピア岡山県倉敷市小島本、浜町790-1。ありがとうございます。